美女司会ぶっちゃけガールズトークさて、やってきました美女司会ぶっちゃけガールズトークの時間です。この世の中はいろんな場所でガールズトークが繰り広げられています。19、20歳の若いガール、30、40、女はいくつになっても綺麗でいたい、ときめいていたい、輝いていたい、そう願い、 いろんな場所で会議を開いているのです。この会議は男性が知ることができない秘密の会議です。内容はぶっちゃけ合ってますよ。恋愛、美容、健康、仕事。ぶっちゃけ合った女子たちはすっきり爽やか家に帰ります。そして、また明日も頑張ろう。そう誓い合うんですね。 そんなポジティブ思考の女子たちを私たちは美女子と呼んでいます。その究極版がこの番組美女子会なんです。お相手は私、浦中咲です。そして、はい、えー、ツイキャスを見ていらっしゃるリオンさん。そうなんです。今日は私一人なんですよね。うん。カオリンちゃんがちょっと今日お休み、あの、紫の忘年会に行っています。 うん。だから今日はねちょっと私一人でお送りしたいと思いますよろしくお願いしますそして今日の、えー、DJ はゆうきと、えー、ゆうじとげんですはいあのね今日はメンズ3人に私取り囲まれてるわよ <laughs> ね、今日3人揃ったよねあの私が帰ってきてあのげんくん久しぶり会ったよね今日ね

あのうと結膜炎になったくやだーダじゃないですか有給なテンなくなっ男子会盛り上がってるよ何結膜炎になってんのみんななんであれな。ウイルスが入るわけ目にな目こすってると良くないのかなあれじゃないですかねでもあの元気のあの目真っ赤なのあれちょっと異常なぐらいだったわようん あ、そう。そうよ,ね、よかった。で、すぐ治るの？回復しました、ね。あ、今大丈夫よね。うん。何あの私のお土産もらった？まあ、ま,だまだもらってないのね。はい、お楽しみで <laughs> ちょっと。<で>先週ね、あのラジオで公開でお土産を渡してたのよ <laughs>、うん。メンズたちにはね、これがちょっとぴったりなんじゃないかなっていうやつを楽しみにします。<laughs> <laughs> そうあの会社の上司のおっさんがも持ってくるような感じ <laughs> うん、そうはいえー、っとリスナーの皆さん今日はね私ね一人でねお送りいたしますはいよろしくお願いします今日はね何か何の話しようかなってんちょうど2ヶ月いなかったので旅の話 女子3人で行った旅の話を、まあ、ゆっっくりととしたいなと思っていな思てます、うん、そうねどこ行ってたかっていうと、まああのえー、女子3人、えー、休みを、ね、みんなで合わせてこの計画を立てるのにいやまず休みを取るのが、ね、やっぱり旅行に行くの、ね、大変じゃないですか。 で休みを3人で合わせて取って、えー、もう34ヶ月前から計画を立ててでどこに行こうかということで1人の友達が、えー、マイアミに彼氏がいるその彼氏に会いたいと、うん、ちょうど彼氏がね誕生日ということでじゃあみんなでお祝いしたいなっていうことで。 マイアミに行こうかとでもう一人の友達がニューヨークに好きな人がいるとこれはまだ彼氏でもない友達以上恋人未満うんそうなんで恋人ならないのって聞いたら遠距離恋愛がしたくないだから彼氏にはなかなかなれなくて そういうちょっともどかしい関係を3年繰り広げているうんその人に会いにニューヨークに行きたいとそして私がハワイハワイにボーイフレンドがいるとかわいいボーイフレンドねちょっとね会いたいなっていうことでで3人がそれぞれ好きな人がいるっていうこととプラス ちょっとこんなこと言ったらね、なんだこの女の人たちってなるんですけど、金持ちに会いたいよねって。会いたくない金持ちと、世界の金持ちって会ってみたくない、ね、会えるなら、うん。で、友達が金持ちの空気を吸いたいって言い出したの。で、マイアミって言ったら金持ちがいるって言うでしょ。そう,そうらしいわよ。えーうん ニューヨークも金持ちがいっぱいいるわよ。うん、ハワイもね、金持ちというかね、幸せの場所だったわよね。うん、で、そこで、金持ちに、まあ、もしチャンスがあるなら、会いたいよねっていうことで、じゃあ、旅しよう、2週間、全部で、マイアミ2週間、ニューヨーク2週間、でハワイ2週間。 うん行ってきましたまずはねなんかでも出だしからねいろんなことあったんだよね大変どうしようかな音楽行こうかな早いかなまだ早い大丈夫ですよ本当 DJ ゆきから急に音楽吹ってんの急にじゃケーキ付けてはお願いします派手なやついきます何かしらダイアンリューススカイアイランズですはいどうぞ mm はい DJ ゆうき音楽ありがとうございますとざいまなんだっけ飛ばしていくわよって言ってたのになんかちょっとなんかおっとりとした曲だったよねそうっすかね、うん、<laughs> 私もっとどんちゃん詐欺なのかなと思ったんだけど <laughs> あ、まあ、雨降ってますしねあそうなの <laughs> ありがとうございます自信的と言ってますからねなんでもないです <laughs> そうなの、うん、<laughs> ありがとうございますはい。 そうなんか今夜はかおりんちゃんが、えー、いないということで私、さっきだけで、えー、放送をしているんですけれども、えー、っと今日は、ね、なんか旅の話をしていて、えーっとね、空港からねちょっと事件があったんですよねすなんかアメリカに入るのって結構厳しいテロとか。 まあそういうのもあってなんかあとまさか私たちもこういう目に遭うなんてとは思,思わなかったけど実際に会っちゃったえなんすかあのねあの私とあと2人友達いたでしょその1人の友達がええー、<laughs> <人>そうなんか捕まった人らしくて<ー>その捕まったその 彼外国の人だったんだけどはい、はい、その人のえー、っと連絡してた人全員の名前がすでにもう空港の入国のところでもう上がってるんだよね。うん、あというか指名手配ってことですか こういう関係があった人は全員こう目をつけられてて何か悪いことしてるんじゃないかってでうん私たちあのやったっってマイアミまず入るのにえっとあそこどこだったっけヒューストンヒューストンで一回降りてそこで乗り換えでやったアメリカヒューストンだと思ってそこに入るときにえーっと その入国の人に「あなたはどっちの友達?」って人いる中で「両方友達だけど」って言ったら「じゃあ君も君もこっち行って」って言われたのが別室連れてかれちゃったのテレビでないよねえあのー、アメリカ行く時はあの汚い格好してた方がいいわよおしゃれな格好してると連れてかれる女の子は <laughs> アジアの女の子は。 うん、私ねすごい老婆みたいな格好してたんだけど友達って言っちゃったからそろう婆みたいな格好で行くの。<laughs> だけど友達って言ったらね連れてかれちゃったの、えー、そしたら別室であのスーツケース全部開けられて、はい、であの友達は携帯の会話全部チェックされてるの。 携帯も全部見られちゃうの<ー>私アメリカ行くのよイエイみたいな全部読まれちゃうのん<ー>うんでそう私はね別室でねそのオフィサーっていうのかなあの人たち5人ぐらいに取り囲まれちゃったので「あなたは何しにアメリカに来たんですか?」って「ね、旅行です」って「そうそうね、観光です」みたいな いや違うでしょって、うん、あなたはでなんか聞いたことない英語だったから何なんだろうって言ったらなんか電子辞書出されて「うん、人身売買してるでしょ」って「えーえー、っ?」つって「してないですよ」って「うん、あなたは役の密売人でしょ」って「いや、うん、違います」みたいな「はい、そんな不健康なことはしません」みたいな <laughs> <laughs> ドラマみたいですねそう <laughs> え私 いや日本人だしそういうことしませんって言ったら「日本人は好きなんだよ」<laughs> すごい決めつけでかかってくるのお前はそうに違いないそうで人身売買も私私こんな老婆みたいな格好のこんな人売られるわけないわよってでそしたらあなたは売春婦でしょってそんな風に見えますかって 違いろんなとこからめ全部全部くる何かしら悪いことね言いたいみたいでで犬がねやってきてもうかばんの上ガスガス乗ってってそう犬ねえで私私もクンクンによがられて。 大丈夫ですみたいなこれからワクワクアメリカ行くのにそんな何もそんな変なの持ってないですよみたいなでえー、っとなんだろう私たちねこの年になるとだ長期海外行こうと思ったらサプリメントとかいっぱい持っていっちゃうの女子はやめたくないの <laughs> 青汁とかあ青,汁青汁パウダーをね、はい なんだこの緑の粉は <laughs> 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 青汁の粉言われると思うでけどねでもドキッとしますよねこれ青汁ってどうやって伝えようっていやなんか青汁が一もわかるかそうっすよねベジタブルパウダーとか言っとるたけど <laughs> そうでちょうど私だけじゃなくて私の友達も青汁ブームだったらしくて 全員同じものを持ってたのな,なんだこいつら怪しいお前ら全員青汁のパウダーを持ってるじゃないかってそれはおかしいみたいなそうなんだこれはってで容器にね入れてね <laughs> 振って調べてるのうわあ本当にやってると思ってうんで私ねあの年、ー、いた女性はあのー、なんだろう 産っってていうサプリメント知ってる<産>なんかねあの妊娠してる人とか飲むといいって言われてるサプリメントなんだけど、はい、ちょっとあの熟女の人は飲んだ方がいいわよって言われてる私葉酸も持ってたのはい、はい、なんだこれはっつってそれも形がねあのエクスタシー似てるじゃねえかみたいな。 違いいます、みたいな。<laughs> そう。<laughs> 全部調べられたのそんなの持ってませんからみたいな、えー、うん<よ>で私はえか英語で、ねえーね、よんて言うんだこれみたいなわ <laughs> からないって私あのー、ボトルで持ってたから書いてあるじゃないっててほらほらって「<laughs> ネイチャーメイド」のやつだから英語で書いてあったからよかったと思って。<laughs> でもその中にそう,そうアメリカのでしょサプリメントはネイチャーメイドがいいんだよって聞いてたからななたで,でも中のやつをほじくってこう探すの結構探すのようんそうで私はなんか君なんかやたらいろんな 健康食品を持っっててるねってそうすいません年いくと必要なんですってこれがないとダメなんですビタミン剤がないとって、ね、でもう一人の友達は別室でお前は働きに来たんだろうって<ー>でお前なんかすぐに刑務所に入れることなんてできるんだぞって<わ>怖いでしょで、ね、脅されてたらしい友達は、えー、で彼女は38歳 お前は3年ぐらい刑務所に入れることは簡単なんだ出てきた時はお前は42だ <laughs> なんかちょっと間違ったえ？四え四43かいや41か <laughs> <laughs> そう友達はね <laughs> 40超えって聞いてどうしようって <laughs> 刑務所で40超えたくない 思ったらしいの、うん、その前の彼氏が悪かった彼女は格好が派手だった。派手で他にもね別室に連れてかれてる女の人いたんだけどちょっと派手めの女性だった。<ー>派手めの女性は何か働くんじゃないかみたいな感じで連れてかれるっぽいうん。 男の人はいなかったかな私がいた時はでねそれでね3時間ぐらい戦ったえっ、ー、長いでしょ3時間も長いでしょで、ね、ずっと同じ質問よ、ね、私もうダメかなもうこれあの運が悪かったらねそこでね日本に送り返されたっていう人も聞いたことあるから、えー、そうなる怒ったらどうなんですか<え>で怒ってもいいいじゃないですか 怒ってもいいでしょこの3時間3時間あのねその元彼が悪かった友達はブチギレたなんで私がこんなこと言われなきゃいけないのつってすごい怒りたくってでも向こうの人ももっと言ってくるからすごい言い合いにやってた余計時間かかるんか？そうすると余計怒らせるんですよ もうじゃあもうお前らいらないから帰れって、うん、なっちゃうかもしれない嫌<れ>でしょなんで,でもちゃうまあかでも言えないのよねうん気をつけないとね交友<ら>うう関係もね気をつけないといけないみたいよ なおそういうのなんかパスポート見た時点でもう即行彼女は別室の方面に連れてかれてたからもうそういう名前もそういうのも上がってるみたい、うん、で友達はなんか「私なんか元彼になんか売られたのかな?」とか言って「何よ」っつって「何もしてないのにそんなことされるわけないじゃん」って言って、うん、そうなってたみたい、うん、空港でのね出来事ねうんあとね 帰りね、はい、やられたわよスーツケースにね時計入れてたらね取られちゃったやだなんか開けるらしいの、はい、スーツケースを鍵かけてるのに、はいはい、なんか特別なやつ開けれるらしいでこうチェックするんだって、えー、で私の友達はなんかピシッとこう綺麗にもう A 型 はい、入れてたのがクシャクシャになってたんだってで、えー、チョコレートとか取られてたってチョコレートって <laughs> 私は食われてるね <laughs> チョコレート食われちゃったチョコレート <laughs> チョコレートがないって怒ってたよ <laughs> うん だなえー、アメリカってそんんんななな国でなすよなんかこの空港のじゃ従業員とかがってことで、ね、多分やってるよね私だって新しい時計は自分つけ,付けたんだけど古い時計をケースに入れて入れない,、はあ、いやなほ本当にないと思ってでもあのスーツケース預ける時にあの貴重品はないですかって言われて「あ大丈夫です」とか言ったんだけど <coughs> まさかそんな。 取られると思わなかったのよね。あなるほどね。うん。あ、ま、そんなの聞いてるから大丈夫だろうみたいなのもあんかもしれないです、ね。だからね、やっぱりあのスーツケースには絶対ね、大切なものを入れちゃいけないかなって。うん、あでも、うん、自分は旅行行くときは絶対あれですあのリュック一個。リュック一個で行くの、ゆうきくん。そうですね。リュック一。全部手に持つ。 ススーーツケースな,しなしなしなしえあ<の>バックパッカーみたいなでっかいリュックあ<の>でもあれ預けるでしょ預けないっすえっ行くても3日とか4日なんでうんそんなね必要ないっすよ、うん、あそう,そう,そうまあ手荷物だったらね手,手荷物で行くからそんな思いしたことない こんなの話聞いいちゃうとね、やなかなか、いね、私もねなんか初めてかもあないってうんそうないと思ってそう、忘れてきた入れたのを記憶にあるのスーツケースの中にそうえー、フランチェスカ・ルッキーニさんがねアメリカ大使館にクレームを言おうねって <laughs> うん。 生理用品はってそんなのは取られてない <laughs>、うん、まずあのー、入るときにねスーツケース開けられた時生理用品とかねポイと放り投げられたけどねうんそうそういうことがありましたっていうことでねじゃあもう一曲音楽いきましょうか、うん、はいでは d j 君から。<laughs> <laughs> レオンサムエコーで口づけです、どうぞ。 はい、えー、DJ げん、音楽ありがとうございます。いや、なんか喋ってたら。<laughs> もう、C. M. 終わってた <laughs>。ね、あの、いい曲ね、この曲もね。いいですね。うん、ね、これ、何、どうやって、どうやって探してきたの。これは、もう、たまたま、えー、東京に住んでる時に、レコーダーで見つけたやつですね。あ、そう、はい。古いんでしょう、これ。古いですね。 10年ぐらい前ですねあんまりなんかそんな古そうに感じないよ、ね、そうですよねなかなかいい感じのうん、うん、いい曲ねありがとうございます、うん、ちょうどねなんか私たちが次旅行くならどこに行きたいって話してたんだよねそうでメッセージが来てますね川崎七飯さんですお久しぶりですチャービラ祭 お久しぶりです。今日の話最高ですグッドってありがとうございますうん空港でね女子3人が出会っちゃった事件ね、うん、まさかね別室に連れて行かれるとはそしてあのスーツケースね開けられてね友達はチョコレート食べられて持ってかれちゃって私も時計をなくなってたのよね だから皆さん気をつけてくださいって、うん、実際にねこういうことがあるんだなって思いましたようんそして今日はねかおにんちゃんがいないので私一人でお送りしてるんですけどえー、っとそうですねもう一曲、えー、メッセージそうマイアミの後私はニューヨークに行ったんですけれどもここでメッセージが来ています 少し古いのですが、ニューヨークを舞台にした DVD にはまってます <laughs> <laughs> ?4 人の女性が繰り広げるストーリーなのですが、ニューヨークってやっぱり東京以上ですか京都より春美姉さんです。ありがとうございます。 この DVD は、あれじゃないのセックスシティじゃないのそうですソそうです <laughs> そうですわ。そうですわーって。うん。私もね、これね、ハマって見てたんだけど、結構面白かった。そう、私もね、うん。ニューヨーク行ったらね、マイアミからすごい暖かかったのに、ニューヨーク行ったら急に寒いので、 すっごいあのマイアミでは超車がないとダメん。頑張って初めてアメリカで車運転したんだけど<ー>怖かったの反対よ反対左よ左ハンドルで右,車線右の右を曲がれって覚えとかないと。 混乱しちゃうあれって何かこう<の>なんていうの正面衝突しそうな感じあ危ない危ないみたいなでもあのー、GPS カーナビをつけてくれたからそれで何とかあのー、場所が分からなくても運転ができた車でで行ったんですかあのねマイアミから車でじゃなくてマイアミにいる間は車がないと生活ができない沖縄と一緒 だからもうレンタカーしてマイアミあちこちいろんなとこ行ってでこの3人の中でちょっと運転頼まれたの私だったから頑張ったの<ー>それがいきなりニューヨーク行ったら超都会ビルの中で <laughs> もう車,は車は必要ない <laughs> 地下鉄あの だけど東京みたいに分かりまあ東京も分かりづらいけど本当わ分かりにくいのんでなんかありんで何かけ分かんないそうで結局あの分かんないからもう歩こうかってなっちゃうのう、まあ、だからこんなに歩いたの久しぶりなんだけどっていうぐらい歩いたの寒いのに寒い中何度ぐらいええー、わからないけど えーっと多分雪とか降るぐらいですよねあのー、2月とか行ったらめちゃくちゃ寒いわよ耳がちぎれそうなぐらい寒いわよ私が行ったその10月で、えー、結構みんなマフラーとかしてたよね寒いからちょっとニット帽をかぶろうかなみたいなそう夏からいきなり冬うんででかいスーツケース持ってるのをすごいひしこいてでタクシーも マンハッタンの中は混んでるから、乗っても、すぐどっか連れてってもらえるわけじゃないの。渋滞。渋滞なの。えー、で、なんか、意地悪なの。なんかね、話しかけてもね、あ、そう、どこ行きたいのみたいな。え、この道で会ってるんですかって。お前がなんでそれがわかるんだみたいな。

もうちょっとね,ねうん都会大都会ですからねちょ,ちょっぴりやっぱあったかいところと比べるとギスギスしてるギスギスしてるあるのかもしれないですねそうで東京でも迷っちゃうじゃないなんかでうん、うん、迷っちゃうけどちょっとどすいませんどこどこ行きたいんですけどって言ったらこ結構答えてくれるけどニューヨークの人の「はみたいなあんまり答えてくれない 今忙しいし知らんみたいな感じ知らないみたいな <laughs> めっちゃ冷たい冷たい冷たいし寒いしだけど友達はく、お金持ちはニューヨークの街が好きらしいわよ、うん、何が楽しいのかよくわからないけど、えーうん、で友達の好きな人の紹介で もうここに来ている人は全員お金持ちよっていうバーに連れてってもらったのはいはいもちろん高いですよねあのー、おごりだったからお<ー>しでもあれです、ね、僕あのー、台湾にいる時、うん、そのとこ行ったことあるんですけど、うん、行ったの一杯安いので3800円だったん杯3800円 <laughs>、はい、高いわね <laughs>、まあ、そ,それに近いと思う多分五 <laughs> 5000円とか普通みたいな台湾でそれなのねはい 高いわね。多分ここにいる人たちは、レイジ金持ちなんだぞなんて。レイジ金持ちよ。うん。金持ちね。そう。金持ってる人は一杯五千円でも全然いいのよ。うん、ねだけどね、私たちもね、ちょっと声かけてもらえないかなと思って、はいはい、ギラつかせて待ってたの。でも、全然来ない。えー、もう余裕があるから、 そんなギラギラして声かけてこないで私たちから行くのもちょっと変でしょギラギラしてさだからすごい結局空気は吸ったんだけどなんかそこでちょちょろっと飲んでちょっと飲んでギラつかせて見てたんだけど全然、ね、うんそうニューヨークはねあいさきさんも DJ とかやじゃないですか

やりたければ私だもんね音楽のセンスないからダメだ私、ね、可能性がありますよねそれの方がねそうや、ん、ろなんかなんかすげえなみたいなあそう新しい趣味にした方がいいかなうん悪くない,いと思いますけどね思いう,うーんまあね私のまあ昔付き合った彼とかみんななんか D J やってたけどねうんみんな好きでねうんどうしようかなもう一曲音楽行こうかしらそうそうそう ね、ええー、そしたら次はユジ、えー、からじゃ一曲いきます、はいえっと。インディゴジャムユニットでムーブどうぞ。 ありがとうございます、うん、なんかね音楽を聴きながら <laughs> ニューヨークの話してたんだよね、うん、やっぱ都会はね、うん、大変よねちょっと飲みに行くのも可愛いかしとかないと相手にされないのよ本当におしゃれしとかないと面倒、ね、くさいでしょ私がねカルフォルニアっていうニット帽をかぶってたらねすっごい冷たい対応されたの。<laughs> <laughs> なんでかなってその帽子だよって言われて。<laughs> ここニューヨークだって。そう。<laughs> <laughs> そんな感じ。<laughs> うんだからね。そう、はるみさんが言うね。<music> セックスアンダーシティのような、そういう、あの人たちの、あの、映画の、えっ、ー、と、場所は、あの、ちょっと、お金持ちの、マンハッタのお金持ちエリアらしいの。うん。やっぱり、それないのね。 お仕事されてる女子たちの集まってる方たちのストーリーだから「違うのよ」って言われて私たちが行ったところはねなんかねインド人エリアだったの <laughs> <laughs> それでもねすごいカースト性です <laughs> <laughs> それでも一応マンハッタンのねゲストハウスに泊まったんだけど、はい、窓なしのねマンハッタンもゲストハウスってあるんですか 結構いいねしたのよ、1人700ドルぐらい払って、2>, えー、2, 2週間で1人 2>、2週間、1>, 週間1人な、まあ、あ<ー>マンハッタンで一泊250ドルとか取られちゃうホテルだったら、250、300。ね、だからゲストハウスしたんだけど窓なしのね、すっごいもう具合が悪くなるそうなとこだったの。<laughs> うん、そう、あら、こんな時間になっちゃった。今日ね、あのなんだっけ、告知あるんだっけね。 ないよ <laughs> メイズたちのね活動はねどうなってるのって私はね知,り知らないのよないどうしてるの今なんかぼぼちぼちやってますどこでやってるのなんか新しい活動の場があったら宣伝してほしいなえってるやつがあれ私がこの間行ったところじゃないかなはい、はい あれあそこだっだっけなんだっけ,なんだっけ名前えっと BC トリップですね BC トリップは毎週木曜日よね、はい、が今週で一旦今年は終了ということで今週で終了なのえっと何時だっけ17日ですね早くないえあその次の週がもうクリスマスなんでそんなの開きてたらもう怒られそうな <laughs>、ね、そうなのその日はもうみんな来ないでしょうみたいなあそうゆっくり家族と過ごしてくださいってことで <で>星ままででにしましょううって正月もあ休んじゃうの正月が確か木曜日だったと思うんですけどその日はでもや,やらないんだよね休みですね2週目から僕らはあそう、はい、多分カウントダウンとあのそのまま、えっと、ハッピーニューイヤーの,このイベントをやって多分その日は何かあるかとかちょっと聞いてないんですけどでもカウントダウンも僕ら2人はちょっと出るんですけど。<え> <laughs> B.C. トリップでカウントダウンパーティーをやるの、はい、そうですねはいうん、まあ、どちらかでもよろしかったらあとなんでゆうじくんなんかこの美女司会の後なんかやってるんじゃないの <laughs> あそれは今あまり告知しにくいんですけどそうなのそれはまだ秘密なの <laughs> あもう少しこの整えてからにしましうそうやの <laughs> <laughs> あれはもうまだまだあの。 うん、ボロボロなので。あ、そうなのな、なに、ね、それボロボロとって。ヘッポコなんで、ヘッポコなんで。そうなの、はい、まあなんかね、あの、DJ たちもね、それぞれね、活動してるよね。うん。年末だからいろいろ忙しいんじゃないかな。ね、えっと、1時間がね、もうね、あっという間に、経ってしまってね。もうエンディングになってしまいましたね。はい。 ありがとうございます。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761-at-mark-fm-coza.jp です。ファックスは098-934-8653です。今日もね、えっと、メッセージありがとうございます。タロスケさんも今メッセージくれましたね。ありがとうございます。のほーんって。さきさん、出遅れた。ありがとうございます。またね、えっと、楽しい週間になりますように、えー、お相手は私、 ウラ先でした。そして今日の DJ? ユウキとユシとゲでした。はい、ありがとうございます。来週はね、カオリンちゃんもまた戻ってきますわよ。はい、ではまた楽しい週間になりますように。FM 小座美女子会、おやすみ。おやすみ。